魔界少女剣は冥界の扉を開き、魔界の霊力の均衡を保つための策を講じる。滝夜叉と大市の方と夕顔の前に現れる黒魔術軍の陽炎と一条星、滝夜叉対陽炎一条星の戦いとなり、途中霧隠れ才蔵が現れ黒魔術軍に加勢する。滝夜叉は才蔵に倒され、お市の方が黒魔術軍にさらわれるが、滝夜叉は危険を冒してまで守る義務はないとし、お市の方を見捨てる。才蔵の前に現れる鶴姫、脱婚の儀式として鶴姫と霧隠れ才蔵の戦いが始まる。鶴姫が才蔵を倒すが、魂を抜くことを躊躇している。そこに土方歳三が現れ、才蔵はその場を去ってしまう。日野閻魔を助けるため黒魔術軍と朝木の前に現れる魔界衆、さらに阿部の生命、藤原の住友、末高房、俵の淘汰、前田刑事が現れ、黒魔術軍対五芒星軍、魔界水軍の連合軍の戦いが始まる。黒魔術軍は冥界からティムールと武蔵坊弁慶を呼び出し、生命たちは窮地に陥るが、二代目ジャミを呼び出し反撃する。生命たちが黒魔術軍を倒し勝利かと思われた時、突如土方が現れ生命を切り捨てる。再び窮地となった連合軍であるが、越智安成が現れ高山右近を両断し生命を救い出す。弁慶は娘である浅木を連れて去ろうとする。そこに馬頭が現れ浅木を連れ去ろうとする。さらに真田大輔が現れ、戦場が混乱状態となった時、魔界少女剣が現れ、この戦いに勝った者の望みを叶えるという。そして安成馬頭対真田大輔武蔵坊弁慶の戦いが始まる。戦いの最後は浅木をかばった弁慶が土方に斬られ、さらに現れた日野閻魔に馬頭は刺され、皆倒れてしまう。魔界少女剣は弁慶を利用した策により浅木を覚醒させ、魔界の霊力の総量を増やすことに成功したのであった。